かね、違う猫ちゃんが見えるんやけど、あれちょっと近寄ってみますね、行けるとこまで。おーい、おーい、声かけしない方がいいかもしれないけど、結構ねその方がね、自分の場合は逃げないことがまあまあまあ多いかな。俺目が悪いからね。あ、これ耳やないな。耳ちゃんではないけど。おーい、おーい、俺この子また初めて見た。おーい、あーやっぱ怖い。痩せとうけど子猫なんかな。あー車の中に入っていったね。入る手前か。え、これ子猫かな。野良吉さん、これ この子子猫に見える。あ、すいません、これで。いや子猫やないね。でも痩せとうね。ご飯もらっとんかな。ここね、すぐね、このカメラこうやるとあるでしょ、木が森みたいになっとんですけど、ここね実は公園なんですよ、まあ、いわゆる自然公園みたいな感じですよね。山になっとって、まあ、桜の季節は桜が咲いてみたいな。でこの辺に潜んでる猫ちゃんとかも多分結構いるんやないかなと思うんですけど、もうね車の間ね、この間から見てます。逃げるよな。とりあえずですね、今から買い物行くんですけど、ちょっとね、餌、何がいいかな。まあ、とりあえず餌買って、まあ、置き餌してみようと思います。では。今日は、日例の今川焼きを買って帰ります。相変わらず安いです。